33試合のレギュラーシーズンの終わった一つの区切りとして、まあ、今までお疲れさんということと、まあ今までこうバタバタしててね、浦方さんも含め選手ももちろん、よく頑張ったとはいえ、かけられなかったので、ちょっと時間をもらいました。まあ、今は少しこうほっとしているというか、すべてを終わって、まあ、ちょっと気が緩んでるって言ったらあれだけどもっていう状態かもしれないけれども。少し、心で体を休めたら、また明日休んで、明後日から、全員が、11月10日のファイナルに向けてね、しっかり、調整していかなきゃいかんと、このままでは絶対勝てないよ、このままではずるずるいってしまうような展開になってしまう、しっかり、気持ちとね、体と、しっかり切り替えて、次のステップに進むということは、みんな共通の目標として頑張っていきましょう。まあ、でもここまで、本当によく頑張ったと思うし、これから続けていくことがまた大変だと思うし、これからファイナル勝ち抜くことは最後に、本当の12球団のてっぺんに立つことはもっともっと難しいと思う。この難しいことで、ね、みんなでトライして、しっかり調整して次の段階に向かっていきましょう。ひとまずお疲れ様でした。また次頑張りましょう。以上です。お疲れ様でした。頑張りましょう。すみません。ありがとうございます。じゃあ、みんなで日本酒買って飲みましょうね。ありがとうございます。